福岡の児玉碧衣選手です。まあ、連勝を、ね、また続けてますけど、はい、やっぱりこの、ね、コロナの中でこの開催のあるだけでもまたいいですよね。あの、自分は今のところ一回も中止になってないので、 ありがたいことに、ずっと走らせてもらってます。はい、はい、話変わるんですけど、カニヘンダックスを飼ってるらしいです、ね、あ、そうですね、2匹飼ってます。うちも15年飼ってたんですよあ、そうなんですね。可愛いですよね、可愛いです、ね、はい、やっぱり普通のダックス見たら大きいと思いますもんね。やっぱりそうですね、やっぱり顔の大きさから手の大きさも全然違うんで、あ、やっぱちっちゃくて可愛いなと思います。やっぱり優勝したらなんかご褒美でも買って帰ります。そうですね、優勝したらいいサロンに連れて行きたいなと思いますうちの山さんなんか電話で犬と喋る時もあるんですよねあ、そうなんですか、うん、名前は読んでからね。そういうことはないです、電話で喋るとか。あ、それはないですね。どうなんですかね、この寒くなったんですけど、サドルとか下げたりはしません？寒くなったら。全くセッティングはいじってないですね、変わらずです、はい、あ、そうですか、はい、でバンクの特徴もあまり切りはならないです。そうですね、自分は基本的にあんまりそういうバンクがこうだとかっていう感覚が分かんないんで。あ、はいはいはい、はい、で練習はバンクだけとは限らないですか？あ、もう私はもうバンクオンリー、デビューした時からはもうバンクオンリーで、はいはい、街道の自転車も持ってないし、ウェイトも一度もしたことないし、もう本当バンクオンリーですね。県社の奈良原さんのバイク誘導とかですか？そうですね、はい、上手ですもんね、奈良原さん、ね、ピカイチですねそうですね、はい、で明日は、はい、もう、まあ、自力ですね、もちろん。そうですね、自力で、はい、はい、じゃあファンに一言お願いします、はい。いつもたくさんの応援ありがとうございます。優勝して帰れるように精一杯頑張ります。ぜひ応援してください。熊本の西島かな子選手です。2日間走ってみてどうですか？久しぶりのレースで、まあ、今回はしっかり先行で戦おうと思ってたんで、しっかり主導権握れてるのはいいんですけど、まあ、ちょっと差が1着2着の人と差が開いてるので、そこはまだこれからの課題だなと思ってます。いやでもね、先手は取ってますよね。そうですね、まあ、去年年末全然そういう走りができなかったんで、今年こそはっていう気持ちで新年迎えたんで、まあ、いい走りはできてるかなと思ってます。で今日おじさんの走り見ました？見ました。かっこよかったですよね。かっこよかったです、はい、いやーガールズはね横使ったらダメですけどね、はい、いやあのレースちょっと感激しました。そうですね、強いですね。やっぱ おじさんからアドバイスありました今回？そうですね、まあ、しっかりポジションとかも見てもらえたりするんでいいなと思います。ああ、はいはい、どうするこの寒さは？寒いですね。ああ、寒いですね。まあ、対策とかはしてます？その、まあ、しっかりアップして汗かいて、まあ、なるべく冷やさないようにはしてます。はいはいはい、結構ね冷えたら結構筋肉ね縮まりますからね。そうですね、はい。ああ、なんかミニチュアを飼ってるらしいですね。飼ってますやっぱり優勝したらもう一匹飼うとか？あ、いや飼わないです。飼わないですか？そうですか。じゃあファリ一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。初日2日目としっかり主導権を握る走りができているので、決勝もそういう走りができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。三重の川島桃香選手です。2日走ってみてどうですか？そうですね、悪くはないと思います。まあ、3番車ですけど、なんか2人強い選手がいますね。そうですね、いますねなんかツイッターかなんか大津さんに教えてもらうんですけど、なんか刺繍のサドルカバーかなんかもらったとか？あ、今回はまだもらってないんですけど。あ、もらってないんですか？はい、とめさえみちゃんに作ってもらいました。はいはい、はい、いいですね、はい、じゃあ柴犬の洋服を買うとかそれはないんですか？帰った。あ、なんか嫌いなんですよ、服とか着るの。服が、はい、すごい嫌がるんで。やっぱそこら辺が日本犬ですかね、はい、でも家の中で買ってるんでしょ？はい、もう今毛がモフモフですね。ああ、冬の、はい、冬毛で。いやでもさらさら可愛いですよね。はい、めちゃくちゃ可愛いです。日本犬はもう飼い主にねものすごい懐きますからね。すごい懐いてくれますね。もう番犬にもなりますからね、はい、日本。いや自分犬詳しいもんですから優勝してもう一匹。いや、もう一匹は無理ですね。やっぱ普通の茶色の柴犬ですか？あ、そうです。あ、はい、
いいですね。どうですこの決勝のメンバー見て。そうですね、動ける選手もすごい多いのでうまく流れに乗れるように頑張りたいです。一瞬のあれですね、好きですよ ね、 ここね。そうですね、判断も大事だと思います。判断ですね、はい。どうなんですか、あの早速のバンク乗ってみてどうですか。初めてなんですけど乗りやすいと思います。結構ねまん丸なバンクなんですけど。そうですよね、はあ、あ、じゃあいいですね、乗りやすいなんですね。そうです、はい、じゃあファンに一言お願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。熊本の田中敦子選手です。2日間走ってみてどうですか。課題はたくさんあるんですけど、とりあえず口が開いても諦めずに追いかけて4着でなんとか決勝に乗れたので、まあよしとしたいなと思ってます自分では、はい。でまたメンバーいいですよね。そうですね、もうスピードある選手ばっかりなので私出しがないのですごいきついんですけど、でも明日も諦めずに最後までゴール線めがけて頑張りたいです。普段熊本ではどのような練習を。バンク中心ですか。いや、バンクはもう今改修工事使えてないので街道練習をやってます。いや風も強いでしょ、結構街道が。そうですね、冬場は風も強いです、はい。やっぱり山登りもいる感じですか。そうですね、時々競争がいた時は長距離か山登りか行くようにしてます。また熊本はあの道路がいいですもんね。そうですね、信号も割と少ないので田舎なので、はい。でも環境はいいですよね、やっぱり、ね、はい。街道練習はいいかな、環境はいいかなと思います。熊本の選手ってあの普段は馬刺しとか食べないでしょ。いや馬刺しは私は普段は食べないですけど、すごい稼いでる方とかはもしかしたら毎晩食べられてるかもしれないです。そうなんですか、はい。馬は飼ってないでしょうけど犬は飼ってないんでしょう。馬も飼いたいなと思ってるんですけど、今はまだペットは飼ってないです私。あ、そうですね、はい。どうです、あのこの佐世保のバンク走ってみて、まん丸なバンクなんですけど。私結構苦手意識があって。あ、そうですか、はい。多分相性も良くなくて、あの決勝も乗れてないんじゃないかなって思うんですけど、はい。じゃあ今回からね、きっかけつかんで。そうですね、相性いいバンクになったらいいなと思います。あ、そうですか。じゃあファンに一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。明日も精一杯走ります。応援よろしくお願いします。愛知の流れ見る選手です。2日間走ってみてどうですか。そうですね、久しぶりに競争が空いたんですけど、まあレース感とかもかかり方もそんなに悪くないと思います。やっぱこう連日強い選手がいるんですけど、やっぱそのレースの組み立てやっぱちょっと考えます。そうですね、でもやっぱり強い人がいた方が走りやすかったりもするので。あ、そうなんですか。そんなにそこは意識してないです。本当一瞬のタイミングですよね。あと、そうですね、あ、すみません。やっぱりここで優勝したらもう一匹トイプードルとか買わないんですか。それはないですけど、トイプードルのなんか服とか買いたいです。あ、やっぱそうですよね。可愛がって皆さん服とか着せてます。着せてます。あ、結構リードもいっぱいになりますもんね。そうですね、うん、やっぱりリード気になりそうだね。いや、それであのこのメンバーですけど、やっぱり選定誰が取るかがまた勝負になるんですかね。そうですね、やっぱりスピードある選手が多いので、まあ、後手踏まないようにしっかりあのいつでも動けるようにいい位置が、ね、あればですね、はい、していければいいかなと思います。じゃあファンに一言お願いします。はい、2日間応援ありがとうございます。明日も自分の力を出して頑張りますので応援よろしくお願いします。高知の山原さくら選手です。こんな言い方走ってないから失礼な言い方なんですけど1ヶ月ぶりぐらいの一着でしたね、初日ね。あ、そうですね、え、そうですね。そうでしょ。そうですね、はあ、もうなんかその時のただ中止がね2回あるから当たり前なんですけど、なんか最近走った記憶がもうなんかやっぱり台本目だったんですけど、やっぱり初日緊張しました。久々でしたらめちゃめちゃ緊張しました。やっぱ勘がねちょっと忘れてるのもあるしね。そうですね、めっちゃ緊張しました。なんか変な緊張しました。あ、そう、久しぶりすぎて。やっぱり一走したらだいぶ気は楽になりました。でも今日もちょっと緊張しました。あ、やっぱり、はい、あ、なんかじゃあ明日は緊張しないかな。あ、まあ明日はもう、はい、もう小玉さんですし。いや、さくら選手も、ね、強いですからね。いや、強くないです、全然。展開が向いてます、本当に。どうです、佐世保のバンクなんかは好きな方なんです。どうです。でも優勝ないんですよね。あ、そうですか。
なんか平尾さんにこうインタビューしてもらってよしと思って行くんですけど一回も勝てたことないんですよね。どう思いますかね。なんですかね。どうですか。酒飲めないからじゃないですか。あ、そっちですか。あでも私もお金がないんで2場所中止でお酒買えないんでそろそろ平尾さんにお小遣いもらおうと思って今回来たんですよ。中止になったら絶対お小遣いもらおうと思って。いや、お父さん中止になってないんでしょ。お父さんだからもう必死で誘導行ってますよ。もう誘導必死で。じゃあお父さんがおごってもらえる。レースで稼げないから誘導必死で行ってやっとトントンかマイナスぐらいですよ。もういやいや必死ですもん。いや大丈夫です。火の車ですよ本当に。もういやどこが使えますか今までの会話で。レースの話もですけどやっぱ児玉選手はちょっとこう違います。やっぱりいや違いすぎますね。今日とかもあれ踏んでないですよ。踏んでないですか。もうだから温存しないでって言いましたもん。レース終わってしっかり踏んでって。あ、そうなんですか。鼻歌歌いながらゴールしてますよ今日とか。あ、それずっとハンドル上持ってたね。あ、持ってました持ってました。持ってない持ってない。もう強すぎです本当に。でも逆に、こうモチベーション上がりますよね。モチベーションですか。児玉選手がいたら上がりません。そうですね。いやそこは上がってくれほしいです。いやもう去年児玉ともう多分一番私走ったんじゃないかなっていうぐらい一緒で、もう一番願うのは児玉と一緒に斡旋されないことを願うんですよ。で今年割と少ないなと思ったんですけど少ないやつが全部中止になっちゃったんで神様って。でもワンツーも多いんでしょ。もちろんワンツーも多いんでしょ。やっぱりワンツーはいやー、まあ2着の時もあるんですけど、まあ、自分が勝負いったらやっぱ飛んじゃう時もあるし。あ、難しいですよね。もうすごい次元の超えたスピードで行かれるんで、もう粘れないですよね。めっちゃテンション下がるじゃないですか。いやもうなんかね、しっかりしてください。いや神奈さんペットは飼ってないらしいですね。もう何回聞くんですかペットの話。そしたらって本気で言ってるんですか。ペット忘れてるんですか。うちのペットのこと忘れてる。酒の話しかしないときに。はあ、ごめんね。すいません。そしたらちょっとファンに一言お願いします。ファンに一言お願いします。応援ありがとうございました。今回は中止ならずに、3日目を迎えられそうなんで、3日目も一生懸命頑張って走ります。応援お願いします。沖縄の比嘉真理央選手です。2日間走ってみてどうですか。思ったよりも状態が良くていいなって思います。今回またメンバーいいですね。そうですね。特に上2人が結構ずば抜けてるのでそこに食らいついていくのが必死ですね。ですよね、はい、でこの、沖縄の選手今回聞いたんですけど、はい、車22度ぐらいあったとか。そうですね。結構もう半袖半ズボンなの でこっち来ると結構きついです、ね、20度差の落差はどうです。いやもう本当きついです。なんか体調不良なので前筋病結構心肺機能とかもきつくなるんですけど、そうじゃないです。ハーハーとかはやっぱハーハーしますね。寒くて肺が痛いので。あ、そう、はい。まあ、その22度にいるペットはいるんですか。やっぱり、はい、22度にいるペットはいっぱいいます。犬とリクガメとリクガメ鶏10匹います。そんなんですか。はい、かわいいですよ。まあ、あとヤギとかも飼ったらいいんじゃないですか。あ、ヤギもいましたね。あ、いたんですか。はい。ちょっと自分うちも実家もそんな感じだったんですけどね。可愛くて可愛くて。ああ、はい、じゃあその分餌代稼がないとですね。そうですね。本当大変です。もう少しでも着を上に上げないと。いやでも本当この2人強い選手がいますもんね。そうなんです。隣にどうなんですか。そのさすがまん丸なバンクなんですけど、そんな感じを受けます。そうですね。久しぶりに走ったんですけど、はいはい、確かに直線が短いなっていう感じはしました。もう日本一短くて。あ、そうなんですね。前橋なんかの33バンクより短いんですよね。あ、そうなんですね。33バンク入れても8個のある真ん中ぐらいですかね。直線の短さなんですよね。そんな感じはあまりしないですか。あんまりですね。そうですね。あんまり感じないあ、まあ、寒さだけですね、感じるのはね。確かにそうですね、はい、展開は寒くならない方がいいですよね。確かに展開は一番自分にとって重要なので
まあ、シャバンは寒いですね、ラバンシャはね。シャバンかなり寒いですあ、なるべくいい位置取れるように、はい、頑張りたいと思います。ファンに一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。